ザフィーアさん、あなたは魚料理が得意と聞きましたが、本当ですか？ああ、本当さ。幼い頃から父に連れられて漁に出ていたから、釣りも魚料理も得意中の得意でね。世間で知られている料理は一通りできるよ。魚だけじゃなくて、タコやイカや貝類もいける。まあ、素晴らしいです。では、難しい食材もお手の物なんですね。そうそう、一度巨大魚を取ったことがあってね。部位ごとに違う料理を作って町のみんなに振る舞ったんだ。それを聞くだけでもかなりの腕と見ました。でしたらやはり徹底的に叩き潰さないと。え、なんだい、物騒だね。ザフィーアさん、申し訳ありませんが、この界隈で料理上手といえば私です。料理上手は二人もいりません。というわけで勝負です。勝負？ええ、どちらが真の料理上手か皆さんに決めていただくのです。まあいいけど。では勝負は後日、題材は魚料理で。完膚なきまでに叩きのめしますので、首を洗ってお待ちくださいね。ついに勝負の日だね。調子はどうだい？それが。どうしたんだい、暗い顔して。非常に申し上げにくいのですが、いい魚が手に入らなかったのです。そうか、残念だったね。私はこの通り幻の魚を手に入れた。そんな、戦う前に勝負ありではないですか？そんなことはない。不公平にならないようあんたの分も持ってきたのさ。え？私は不公平なことが嫌いでね、自分だけいい魚を使うなんてことはしたくないんだ。ザフィーアさん、なんと素晴らしいお方。あなたの清らかな行いに心が洗われました。ですが、私は料理だけではなく清らかさでも負けたくない。というわけでザフィーアさん、これを差し上げます。これは？なかなか手に入らない高僧たちです。私だけ使ったのでは不公平ですから。これは珍しい高僧だ。あんたいい女だね。気に入ったよ。今日はとことんいい勝負にしよう。あんたとなら燃えそうだよ。ええ、私もそう思います。負けませんよ。この間はいい勝負でしたね。まさに甲をつつけがたい対決でした。ああ、引き分けという結果に異議を唱える者は誰もいないだろう。あんたと全力で勝負できたのも嬉しかったけど、もっと嬉しかったことがある。それは食べた後のみんなの笑顔さ。ええ、まったく皆さん対決が始まる前は疲れた表情をされていましたけど、料理を食べ終わった頃には元気な笑顔を見せてくれましたね。ああ、本当によかった。ザフィーアさん、正直あなたに感動しています。感動？何がだい？私が素敵な料理を作れたのは、あなたが魚を分けてくださったから。あなたの広い心がなければ、私はただの恥さらしでした。それなのにあなたは皆さんの前でそのことには少しも触れませんでした。何を言っているんだ。私こそ同じことを言いたいよ。え？あんたの構想がなければ私の料理は生まれなかった。なのにあんたはそのことに少しも触れなかっただろう。なんだい、急に笑って。意外だなって思ったのです。いつもの私だったら、それは私の構想ですとか言っていたと思うので。
なのにそうしなかったのはあなたからいい影響を受けたからだと思います。ゴルドマリー、ザフィーヤさん、ぜひまたやりましょう。次は勝負ではなくて二人で料理を振る舞うだけでもいいですし。同感だ。次は別の料理にしよう。私は魚介以外の料理は点でダメだから、いろいろ教えてくれないか。喜んで。手取り足取りお教えします。今度は私があなたにいい影響を与えられるよう頑張りますね。